祖父の勧めと近所の友達がソフトボールやってたので、その影響で始めました。小学2年生の時に北クラブスポーツ少年団というところで野球を始めました。自分の1区への代と自分の代で市長杯っていう市の大会で2連覇したことが自分の一番の思いだと思います。清水塚中学校で野球やってました。新人戦とか春の大会は全部負けちゃったんですけど、夏の大会で1個勝てたのは、自分の中ではいい経験になったなと思います。Kスポーツの中村さんに勧められたことと、自分が将来大学で出て体育の先生になって、野球に関わっていきたいなと思ったので、日体大っていう姉妹校の関係もあったので、日体高校に行くことにしました。もう先輩方が、とにかく優しくて、Kスポーツの先輩にも日体の方がいたので、そのご縁もあって、チームではいろいろ優しくしていただいて、先輩との関わりも深くて、で、同級生との関わりも縦のつながりと横のつながりっていうのがあって、それがチームでいい影響を与えているかなと思ってます。去年の春の大会で、自分のせいでコールド負けしてしまったんですけど、夏は自分が最後まで投げ切って一勝したっていうのが、自分の中ではいい経験だなって思います。存在感っていうことなんですけど、自分は1個目の先輩と幕ましていただいて、で、自分の代でキャッチャーがいなくて、今年は1個下の学年の子とバッテリー組むことになるんですけど、今まで引っ張ってもらった分、今年は自分が引っ張っていくっていう意味で、存在感っていう面では、いい成長ができたと思います。夏は、みんながもう守備のことは考えずに点取って勝てるように、自分がどんどんゼロで抑えて完封していきたいな。大好きです。はい、以上になります。ありがとうございます。